皆さんこんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。まだまだ寒い日が続いていますね。お体には十分ご注意ください。さて今週のホットステーションは、子育て支援センターの豆まき会や手作り木工遊具贈呈の話題からお伝えします。2月3日金曜日、子育て支援センターにおいて良い子集まれ豆まき会が行われました。この日は20人を超える親子が参加しました。豆まきの前には節分の紙芝居も行われ、子どもたちは真剣な表情で紙芝居に見入っていました。豆をもらった子だぬきたち、食べないでよ、食べてるよ、と、その時降ります。そこパチパチパチ、いてて、勘弁勘弁。だから里に行けば豆がいっぱいあるはずだよ。でも紙芝居の後はいよいよ豆まきです。豆に見立てた紙のボールを青、赤、緑の鬼に向かって鬼は外と勢いよく投げていました。子育て支援センターは嬉野市役所嬉野庁舎にあり、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでが気軽に集まれる素敵な場所です。3月にはひな祭り会も予定されています。2月3日金曜日、塩田工業高校建築科3年生が自作の木工遊具を嬉野特別支援学校に贈呈しました。村山隆嬉野特別支援学校長の感謝の挨拶に続き、熊崎則之塩田工業高校校長が寄贈する自作した遊具を嬉野特別支援学校の皆さんに喜んで使ってもらうとともに、塩田工業高校の生徒たちに人に感謝してもらう喜びを感じてもらいたいと挨拶しました。クラブバウトのこういうものがあると非常に楽しく編集したりとかできると。相川翔さんが木工遊具の目録を贈呈しました。その学習成果である作品を利用していただきたく、右の品をお送りいたします。平成24年2月3日。この日贈呈したのはフライングディスクをループに通過させる数を競うアキュラシー練習用フライングディスクゴール。9枚のパネルを等級で射抜くストラックアウト。ストラックアウトは屋内用、屋外用、一つ抜きタイプの3種類です。雨、風にも強くしました。屋外用のコンパネタイプの的は試作。これらの遊具は使い勝手、安全性、耐久性などを考慮して仕上げられています。資材は大きい材料を使用しました。このような機会をいただき本当にありがとうございました。これからみんなで楽しく遊びたいと思います。大切に使っていきます。今日は本当にありがとうございました。子どもたちは温かみのある手作り木工遊具で元気いっぱいに遊びました。楽しく使ってもらって嬉しかったです。足元です。強い衝撃に耐えれるように、後ろの方を長くしました。はい、ありがとうございます。どうでした？作ってみて。喜んでもらえたので嬉しかったです。喜んでもらってよかったです。2月4日土曜日、嬉野市公会堂において青少年育成弁論大会が行われました。この大会は小中学生の子どもたちに人前で自分の意見を主張する機会を作ろうと毎年行われています。この日は市内の小中学校から15名の子どもたちが発表を行いました。発表内容は自分の将来の夢や地元嬉野を思ったもの、
臓器提供についてのものや東日本大震災で感じたことなど、さまざまなものがありました。私の将来の夢は、どんな病気の動物たちでも治せる獣医師になることです。この大震災で新しく得たもの、それは日本人同士の絆だと私は思います。人は一人では生きていけません。互いが助け合いながら生きていくものだと思います。私は、人は笑うため、笑顔になるために生きているのだと思っています。だから、震災の被害に遭った方は辛いとは思いますが、前をしっかり向いて笑って過ごしてほしいと思っています。また昨年12月に宮城県気仙沼市へ被災地支援交流に行った子どもたち3名の発表も行われ、貴重な体験を通して感じたことを堂々と発表していました。やってほしいなと思ったことが3つあります。1つ目は、被災地のことをもっと知ってほしいということです。被災地のことを知ると、その人たちの辛さや悲しみなどもわかります。被災の大きさ、復興のために人々が頑張ったこと、努力したことを誰もが記憶の中に留めておけば、もしもまた困難なことがあっても、きっと何かに生かせるはずです。被災地へ行き、自分たちのことを振り返ってみると、本当に恵まれていると思いました。家族や友人、先生方、地域の方々はもちろんのこと、自分の知らないところで支えてくださっている方々にも感謝しなくてはならないと思いました。